エーバーシュタットは、ドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、マチソン。エーバーシュタットは、ハイルブロン郡東部、ズルム川支流のエーバーバッハ川沿い、標高180メートルから191メートルに位置する。エーバーシュタットは、エーバーシュタット地区、クリンゲンホーフ地区、レンナフハ地区及びブーフホルン地区、ヘルゼルン地区の各地区からなる。 エーバーシュタットに隣接する市町村は西から時計回りにバインスベルク、エアレンバッハ、ネッカーズルム、ノイエンシュタットアムコッハランゲンブレタッハお及びブレッツフェルトである。ブレッツフェルト以外はすべてハイルブロン軍に属す。エーバーバッハはエルホーフェン、レーレンシュタインスフェルト及びバインスベルクと共にバインスベルクに本部を置くラウムバインスベルク自治体行政連合を 形成している。エーバーシュタット遠望考古学場の出土品は、エーバーバッハ警告に新石器時代及び、ローマ時代の入植地があったことを示している。エーバーシュタットは、1247年の教皇、イノケンティウス4世の文書中に、オーバーシテンフェルト政務教商修道助修道会の所領として、初めて言及されている。 ヘルンツェルンはこれよりも早い1100年頃の古文書に記録されている。レンナッハは1282年にブーフホルンはさらに新しく1412年に初めて文献に登場する。エーバーシュタットは1412年と1450年の2回に分けて前の所有者であるバインスベルク家からプファリツ、先帝公に売却され、1504年にはバインスベルクと共に ビュルテンベルク公領となった。30年戦争の時代、1629年から1651年の間に人口は620人から210人と約1、3に減少した。この村の人口が回復するには18世紀までの長い時間が必要だった。第一次世界大戦の初めの人口は760人に回復した。 1765年の創設から、エイバーシュタットが所属したオーバーアームとワインスベルクが廃止されたことにより、1926年にこの村は、オーバーアームとハイルブロン、後のハイルブロン軍に編入された。第二次世界大戦後には、企業も徐々に進出してきたが、現在でも農業は、村の主要産業であり続けている。エイバーシュタットには、プロテスタントの教会組織がある。 この村に住むカトリック信者はバインスベルクの教会組織に属している。エーバーシュタットの議会は14議席からなる。ズ柄、ガラ上下に分割。上部は黒字で中央線から金のイノシシの上部。下部は金字に黒い鹿の角。旗の色は金黒である。この紋章はエーバーシュタット地区の教会の塔にこれを刻んだ石が1628年に 取り付けられたのが書質である。紋章に描かれたイノシシは村の名前を象徴しており、鹿の角はビュルテンベルク湖を示している。これには様々な別バージョンがある。例えば角がない半分だけのものやイノシシの全身が描かれているものがある。紋章の色は1938年にビュルテンベルクの文書局が定めた。紋章と旗は 1963年3月25日にバーデンビュルテンベルク州の内務省の認可を得たエーバーシュタット中心部。教会とラートハウスエーバーシュタットは多くの見どころを要するビュルテンベルクワイン街道沿いに位置する。エーバーシュタット見どころは14世紀に起源を遡るウルリヒ教会とラートハウスが作り出す村の中心部の魅力的なアンサンブルである。 この近くには1773年に建造されたバロック様式の司祭館や1880年の旧校舎がある。この村には歴史的な木組建築が多くあり、1617年に建設されたかつてはリヒテンシテルン修道院の所有であった建築もクロスター合戦に残されている。村にはこの他に 装飾豊かな金属製の1784年のバロックの泉やスーパーマーケットに改築された旧ワイン製造所前の新しいエーバーブルンネンがある。ブーフホルン街道沿いの集落であるブーフホルンの中心部には歴史的建造物のアンサンブルが見られる。この他には1888年のバックハウスや1992年のアイヒブルンネンがある。ヘルツェルニエ ルェルンの教会の塔は1208年に建てられた歴史的教会建築の唯一の現存する遺構である。残りの多目的ホールとして利用されている建築は1978年から79年に建築されたものである。村長の館は1767年に建造された。旅館アドラーにはかつてはエーバーシュタットの教会の一部であった16世紀の 柱がある。この集落にも古いバックハウスが残されている。レンナハレンナッハには、旧ラートハウス、旧ワイン製造所、歴史的な泉やバックハウスがある。ビルデンベルク自然保護区は、ビルデンベルクの西部にあたるバイコールグランチェン地区と、エーバーシュタットの間、アウトバーン A81 のすぐ南の地域で、1992年10月16日に指定された。 エーバーシュタット部分は47.8ヘクタール、バインスベルク部分が1.6ヘクタールである。すでに1991年9月2日に自然保護クションバルトに指定されていた周辺部分とともに紅葉樹林が残され保護されている。1979年から毎年国際的に有名なスポーツイベントエーバーシュタット高飛び大会が行われている。 エーバーシュタットの企業で最も重要なのは、かつては、ホーナー GMBH&CEO という名称であった、ウェスタフォームビジュールコミュニケーション GMBH である。1932年に創立した、この会社は、1979年には、従業員数550人という規模にまで、成長したが、その後経営不振から2002年秋には、 スイスのライバル会社ウェスタホームの参加に入り、2004年10月から現在の名前となった。2005年10月に再び経営難となり、140人中60人が解雇された。エーバーシュタットはバインスベルクジャンクションの近くに位置している。アウトバーン A81 号線のバインスベルク、エルホーフェンインターチェンジまでは約6キロメートル。 A6 号線のブレッツフェルトインターチェンジまでは約7キロメートルである。最寄りの鉄道の駅は方円道へ鉄道のバインスベルク駅である。エーバーシュタットにはハイルブロン群の2つの人海集積場のうちの1つがある。この集積場は軍域東部のゴミを処理している。集積場はエーバーバッハガーの北にある小さな谷に位置している。 2005年6月1日から家庭ゴミや小さな産業廃棄物を集積するための小規模な施設が新しく作られた。集められたチリアクタは処理のためにハイルブロンへ運ばれる。ワイン製造者共同組合エーバーシュタットエッグ、エーバーシュタットのワイン製造者の多くはワイン製造者共同組合エーバーシュタットエッグに加盟している。独立して商品化している業者が2社だけある。 ビュルテンベルクワインの製造地区区分では、ビュルテンベルクウンターラントの一部は、シュタウフェンベルク大地区、一部はザルツベルク大地区に属す。エイバーシュタットでの出来事は、日韓紙ハイルブロナーシュティンメのバインスベルガー、タール版に掲載される。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。